創世紀、九章。ノアとの契約。神はノアとその息子たちを祝福して言われた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ。あらゆる地の獣、あらゆる空の鳥、あらゆる地を這う者、あらゆる海の魚は、あなた方を恐れ、おののき、あなた方の手に委ねられる。 命のある動き回るものはすべてあなた方の食物となる。あなた方に与えた青草と同じように、私はこれらすべてをあなた方に与えた。ただ、肉はその命である血と一緒に食べてはならない。また、私はあなた方の命である血が流された場合、その血の償いを求める。あらゆる獣に償いを求める。 人に、その兄弟に、命の償いを求める。人の血を流す者は、人によってその血を流される。神は、人を神の形に作られたからである。あなた方は、産めよ、増えよ、地に群がり、地に増えよ。神はノアと彼と共にいる息子たちに言われた。私は今、あなた方と、 その後に続く子孫と契約を立てる。また、あなた方と共にいるすべての生き物、すなわち、あなた方と共にいる鳥、家畜、地のすべての獣と契約を立てる。箱舟を出たすべてのもの、地のすべての獣とである。私は、あなた方と契約を立てる。すべての肉なるものが、大洪水によって滅ぼされることは、 もはやない洪水が地を滅ぼすことはもはやない」。さらに神は言われた「あなた方およびあなた方と共にいるすべての生き物とよよとこしえに私が立てる契約の印はこれである。私は雲の中に私の虹を置いた。これが私と地との契約の印となる。 私が地の上に雲を起こすとき、雲に虹が現れる。そのとき、私はあなた方と、またすべての肉なる生き物と立てた契約を思い起こす。大洪水がすべての肉なるものを滅ぼすことはもはやない。雲に虹が現れるとき、私はそれを見て、神と地上のすべての肉なるあらゆる生き物との 永遠の契約を思い起こす。神はノアに言われたこれが私と地上のすべての肉なるものとの間に立てた契約の印であるノアと息子たち箱舟から出たノアの息子はセムハムヤフェトであったハムはカナンの父である この三人がノアの息子で、人々は彼らから出て全地に広がった。ノアは農夫でどう畑を作り始めた。ある時、ノアはどう酒を飲んで酔い、天幕の中で裸になった。カナンの父ハムは父の裸を見て、外にいた二人の兄弟に知らせた。セムとヤフェトは衣服を取って肩にかけ、 後ろ向きに歩いて行き、父の裸を覆った。彼らは顔を後ろに向けたままで、父の裸を見ることはなかった。ノアは酔いから覚めると、末の息子が自分にしたことを知った。そこで彼はこう言った。カナンは呪われ、兄弟のしもべのしもべとなるように。さらにこう言った。セムの神。 主は称えられ、カナンはセムの下辺べとなるように。神はヤフェトの土地を広げ、ヤフェトはセムの天幕に住み、カナンはその下辺べとなるように。ノアは洪水の後、350年生きた。ノアの生涯は950年であった。そして彼は死んだ。